モントレーに参戦する、トヨタ・ヤリス・ SCRS 日本、スーパーラリーシリーズとは、日本のラリー競技の大会の一つである。略称は JSR。主催者は、日本モータースポーツ・アソシエーション。2017年に、JAF 公認クラブの AG、メンバーズ・スポーツクラブ北海道と NPO 法人、MOSCO が、などを目的として立ち上げた。 日本初の国際格式のラリーシリーズであるが FIA や JAF のいかなる選手権にも該当しない。なお単一の国際ラリーイベントとしては2001年の第19回スパイクインターナショナル日本アルペンラリーが先である。発足したばかりの現在は全日本ラリー選手権や東日本ラリー選手権などとの閉鎖がメインで年間3から4000程度で争われる。 また、閉鎖イベントでは、A c との同時エントリーが可能である。トヨタ 86FIA 規定及び JAF RJ 規定、あるいは JME が認可した車両が参戦可能となる。具体的には、WR カー、グループラリー、グループ N、グループ AP4、RJ 規定の JN1、JN6 車両などである。ただし安全装備の多くは、FIA の基準を満たしている必要がある。 全日本ラリーに比べると幅広い車種が参戦可能であり映画の撮影者であったヤリス SCRS のような特例も珍しくないまた全日本ラリーは公認ナンバー取得を要求されるのに対し当シリーズは仮ナンバーでも参戦できるのは特筆すべき違いであるエンジンは2リッター以下のものが使用可能下級機の有無は自由だが装着の場合は 最大34のエアリストリクターを装着する義務がある。A e c と同様に、総合順位の他に2輪駆動車による 2WD カップとグループ L の 4WD ターボ車、またはそれに準ずる車両によるプロダクションカップが存在する。ポイントシステムも A e c と同じものが採用される。具体的には、最終順位に25から18から15から12から、 10から8から6から4から2から1と配点される。ほか、レッグごとの順位に7から6から5から4から3から2から1ポイントが与えられる。これは 2WD カッププロダクションカップも同様である。ありがとうございます。